の愛知です。冬になってきまして、おでんが美味しい季節となってまいりました。皆さんはおでんの具何がお好きでしょうか。で、今回はですね、おでんを作っていくというわけではなくって、大根ありますよね。おでんの中の大根、染みたやつが美味しいやつです。で、それを作っていこうと思います。でね、まあ大根じゃないや、おでんが嫌いな方、たまにいらっしゃるけど、うちもね、俺がおでんが好きなんで、ちょいちょい作るんですが、うち子供が2人いてね、下の2歳の息子が卵アレルギーなんですよ。で、当然ね、卵アレルギーなんで卵は食べれないし、練り物ちくわとかさ、練り物多いじゃん。おでんの具って多いじゃないですか。で、練り物って結構卵白が入ってるんですよ、卵が。で、卵白ダメなんで、食べれないのね、下の子は。で、ただ、その大根、おでんのね、大根はすごい好きなんでね、一応今日はその2歳の息子用にと思って作っていきます。で、まず皮剥いていくんですけど、これね、知り合いのなんかちょっと料理とか、そう、仕事をねしてる知り合いがいて、言ってたのが、これ剥くじゃないですか。で、結構厚く剥いちゃった方がいいって、おでんの時は。そう、大根はね、だから結構厚く、ちょっとね、あれ包丁見あれだけど見えるかな、結構厚めに、ちょっともったいないなんて言われるかもしれないですけど、まずは剥いていきます。で、もし皮剥くのが怖い方はピーラーとか使っていただければ、ピーラーでも剥けますんで。ただピーラーの時もさっき言ったようにちょっと厚めに剥いてほしいんで、こう一回剥いたところをもう一回ぐらい剥いて、ちょっと厚めに剥いてください。コンビニのさ、おでんって美味しくないですか？自分もともとセブンイレブンとローソンでアルバイトをしたことがあるんですけど、個人的にはやっぱセブンのおでんかなが美味しくって好きでね、たまに買うんだけど、例えば大根一つにしても多分70円か80円ぐらいかな、100円ぐらいするんだよね。美味しいんだけどね、やっぱちょっと値が張るんだよ。で、ケチなんで自分その辺をちょっと節約したいなと思って作った方が安いっちゃ安い。で、スーパーとかで大根のね、もうあとはそのつゆに入れて OK みたいな、下処理全部してありますよみたいなのもあるんですけど、それもね、結構いい値段がするの、大根って。大根じゃだけじゃないんだけど、おでんの具って。そう。なので、大根ぐらいはね、自分で作った方がいいかなと思って、いつもこんな感じでやってます。で、剥き終わったんで、よく食べるサイズありますよね。そのおでん、ローソンじゃないよ。コンビニとかで売ってるやつ。で、そのぐらいの、まず厚さに切りますと。でですね、よく、コンビニで買った時に、大根って十字に切れ目が入ってますよね。隠し包丁なんですけど、それを、切り落とさないようにね。こういう感じで十字で入れておきます。味が染み込みやすいので。で、それを全部やっておきましょう。そしたらですね、そこからおでんのつゆを作って入れて煮込めば OK って感じもするんですけど、大根に関しては下処理をしないとちょっとえぐみというか癖がね出てしまうので、一回下処理をしていきます。で、このまま茹でてもできるらしいんですが、ここにですね、こちらお米をちょっとね少し多めなんですけど、こんな感じで、入れておきます。全部入れなかったけどね。で、この入れた状態で、ここに大根を入れていってください。熱い。こんな感じです。で、これをあとはコトコト煮込むじゃない。コトコト茹でていきます。で、竹串とか、箸の先っちょとかでもいいんですけど、細いもので、スッて通るぐらい。もう、味が染み込んでれば、このまま食べれるんじゃないってぐらいまで、煮込んでじゃないよ。茹でていきましょう。ということで、今だいたい30分ぐらいですね、経ちました。1個ね、取り出して、確かめてみましょう。それではいきますね。だいたいこう竹串で、スッて入る感じ。ここまで来れば OK です。はい、ということで、これで下茹で完成でございます。あとは、おでんの中に、煮汁に入れて煮込むというか、それで火に弱火にかけておけば味が染み込みますので、これで食べることができます。で、ちなみにさっき、30分ぐらい茹でてましたけど、例えば、どうせね、茹でてるので、卵を一緒に途中で入れてしまえば、勝手にゆで卵ができます。なんで、時短にもなるというか、にもなるんで、よかったらやってみてください。で、大体、後で卵もね、煮汁に入れて茹でるんでいいんですけど、12分ぐらいですね。沸騰した状態で茹でて、12分ぐらい経ったら、いい感じに、茹で卵になりますので。で、茹で卵の、剥くときに失敗するのがよくあるんですけど、もし卵をやるって決めてたら、先に冷蔵庫から出して常温に戻しておいてください。冷えた卵よりも常温に戻した卵の方が剥きやすいらしいです。
で、あと自分がよくやるのは、茹でますよね。出しますよ。鍋が出したら、すぐ、冷水、冷たい水につけます。まあ、暑いからってもあるんだけど、つけます。で、つけたら、剥くときに、水ジャーって流すんですけど、こう、お尻あるじゃないですか。お尻をまずトントンってやって、ちょっと割るんですよ。で、お尻空間があるんで、簡単にそこ剥けるんで、剥けたら、ちょっと水をジャーっとお尻から入れるんです。入れる感じで。で、その後に、こうね、まあ、お尻剥けてる状態で、横にして、ゴロゴロゴロってやって、全体にヒビ入れるんですよ。ぐにゅってやんないでね。軽くね。ヒビ入れて、で、それで水をかけながら剥くと、その殻と身の間に水が入っていって、結構つるっと剥けます。はい。なので、もしよかったら、プチ情報ですけど、やってみてください。大根でいっぱいだね。まあ、これで今日の夕食に出そうと思いますので、よかったらね、みんなも、まあちょっとね、いろいろ作業工程入りますけど、よかったら、冬のお供に、ぜひね、食べてみてください。それじゃあ、以上です。ありがとうございました。